聞こえる？ なんかさ、親から LINE 来ててさ、お母さんから LINE 来ててさ、仕事は辞めたのですか？休みです。体をいたわらないといけないよ。2チャンネルを見てると結構いろんなこと書かれてるから、嫌な感じですねって言って、お前らふざけんじゃねえ！てめえらが悪口書いてんか、うちの母親傷ついてんじゃねえか、ガチでよ！お前らマジぶっ殺していくかんな、マジで。うちの母ちゃん傷つけたら、これガチのテンションだからな。 2チャンネルを見てると結構いろいろ書かれてるから嫌な感じですねって。うちの母ちゃんがさ、俺のスレ見てるから、お前らマジ本当悪口書いたら俺がマジ直接乗り込んでてぶっ飛ばしていくかんな、本気で。 てか、なんで母ちゃん なんでさ、コミュニティ、ニコ生見ればいいのにさ、なんでそんなさ、俺に直接聞かないでさ、間接的に情報を仕入れようとしてんの、この人。完全に踊らされてるんだけど、ちょっとやめてよ、お母さん。俺、母親に電話してきちょっと。ちょっと待って。俺にはこんな仲のいい友達がいるよって。ちょっと待って。やばい。うちのお袋がマジほんと精神病むから。ちょっと待って、ねえねえ。あいつなんで携帯使えねえのにイチャン見てんだよ。なんだ、やめてね、本当に悪口書くの。俺マジキレるからね、お母さん傷つけたら。お疲れ様でした。もう行かなきゃいけないんで。